そこだけに特化していくんだと、まあ、至って分かりやすい、はい、うん、なのでこれが成功しないわけないなっていうふうに思ったわけですね、はい、フランチャイズチャンネル。いや、本当フランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね、詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます、まあ、そういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズに出会ってもう人生変わったんですよね。もう本当正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけでこの番組はフランチャイズ相談所。今回も株式会社ドリームスの羽山社長にお越しいただいてます。お願いいたします。いや、竹田塾の話聞こうとしたら肉巻きおにぎりの話になっちゃって、ね、すいません、全然違う話をですね。いや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 、はい、で竹田塾どうですか。そうですね、はい、やっぱりいろんなフランチャイズ見てて、はい、やっぱ一番いいのはビジネスモデルがしっかりしてるということ、はい、やっぱりいろんなものやってみて分かったのがですね、はい、やっぱりそのシンプルかつ王道じゃないとビジネスって成功しないんだなって思ったんですね、はい、やっぱ竹田塾はその参考書を使って自学自習で勉強していくと、はい、まあ、やることが本当に勉強できる子たちと同じ、はい、シンプルで王道なんですね、はい、でそれをちゃんと自分たちがその、まあ、生徒たちができないことですよね、はい、まあ、進捗の管理だったりとかモチベーションの管理と、はい、そこだけに特化していくんだと、まあ、至って分かりやすい、はい、うん、なのでこれが成功しないわけないなっていうふうに思ったわけですね、はいはい、でやっぱりその、まあ、教育ビジネスですから、やっぱりその生徒たちがですねできるようになって、今までですね勉強できなかった子ができるようになるとやっぱり嬉しいので、こんなにもう楽しいものはないなっていう、ね、どんな生徒さん今までいたりしたんですか。そうですね、結構そうですね、まあ確かに偏差値40から1年で、はい、まあ、早稲田受かっちゃう子とかもやっぱり竹田塾いっぱいいるので、はい、まあ、それはそれでまあすごい嬉しいんですけれども、はい、まあ、竹田塾のその何でしょう、その合格実績をあまり出さないっていうところにもなってくると思うんですけど、はい、この8月のですね3週目ぐらいですね、はい、からですね偏差値28の生徒が来るんですね、はい、はい、でちゃんとですねニットをこませに受かるんですよ。お、はあ、でやっぱりその、ね、偏差値20いくつ上げて受かってるわけですから、はい、まあ、この子にとっての逆転合格劇、うん、やっぱりその難関大とかですね早慶だけじゃなくて、その子にとってのやっぱ逆転合格劇があって、はい、うん、やっぱそれがやっぱ人生において、うん、まあ、非常に貴重な体験だったと、うん、やっぱこういうのも一つ、まあ、竹田塾の面白さかなっていうふうに思ってますね、うん、はい、最初28点かと思ったので、うん、びっくりしてですね、俺偏差値と思ってですね、うん、偏差値20代ってあるんだとちょっと思いましたね、はい、じゃあどんな人が竹田塾の加盟に向いてると思いますか。そうですね、まあ、教育業界全般だと思うんですけど、まあ、やっぱ一番私はお伝えするのは、やっぱその人の成長、はい、うん、他人の成長が自分の喜びだと感じられるタイプの人間、はい、こういう人に来てほしいなっていうのがそうですよね、一つですね、もしね、はい、新規に加盟していただくってことはオーナー仲間になるんですかね。そうですね、はい、そうですね、そういう人の方がいいですよね。そうですね、うん、はい、あとはですねやっぱり、まあ、まあビジネス的なところで言うと、やっぱ竹田塾ってこう本当に経営者になれると思うんですよね、うん、はい、やっぱりその自分がずっと入ってじゃなくて、はい、うん、やっぱりちゃんとしっかりと教室長を雇って、うん、それで多店舗展開できる、はい、うん、っていうやっぱ楽しさがあるので、本当に何のために独立をするのか、うん、どういうふうに将来なりたいのかっていうのをちゃんとビジョンを持って、うん、来てもらえたらば、まあ、非常に叶いやすいというか、うん、実現できるようなものなんじゃないかなというふうには思ってますね、はい、なるほど、経営者になりたい人向け。そうですね、はい、うん、やっぱりその手離れがいいというところですね、はいはい、ここがやっぱり一番フランチャイズというもの、そもそもフランチャイズというもので言うと、うん、手離れがいいというところがやっぱり一番いいところですから、ここはもう竹田塾が、まあ、私が今現時点で知る限りのフランチャイズの中では一番いいだろうというふうに思ってますね、はい、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。なんでまたなんか新規で加盟したい方が原山さんに会いたいとかって言ったら相談乗っていただけますか。そうですね、もちろんですね、はい、詳しく、はい、話させてもらいます、はい、いろいろ教えていただいてありがとうございました、はい、よろしくお願いします。フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます、ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただけますよね。ますね、なんですけどこっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、コメント欄が寂しいんで、ぜひぜひいろんなコメントとか、まあね、こっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、メールもあるんで、いろいろご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。